青コーナーエロデイボクシングジム所属エイドリアンバトとジムアカコーナーノマドエンジョイジム所属第2代ワードクストロー級王者中塚さんルブヨシジャッキー島村から55キロリミットの戦い5分3ラウンドです。こちら中塚さん信義36歳、第2代ワードグストロー級王者、1年2ヶ月ぶりのグラジエーター出場、レスリング歴があります。前回は昨年7月ライジン36須鍋光久選手にティザーパンチで TKO 勝利、そしてその相手がフィリピンのエイドリアン・バトト・ジェマー。ボクシングはエロルボクシングジムサウスボックスで、そして柔術はチェックマットマニラで学んでいます。27歳、ラウンドはムエタイフィリピン王者に3回輝いているということなんですが、ローキックからこの膝、首を捉えようという動き、まあ、中塚沢選手が話すにはもうこれ組だったり、まあ、独特の蹴りですね今の、いろいろできるんだというファイターですよね。トライアウト合格組です。まあ、長谷川県代表がこれ現地で今これ見染めたという、1月大会出場ジョン・オルニンドと同じ、これしっかりテイクダウン、まあ腰のあたり捉えていきましたね。このあたりはスピードがあります。これ立つと今度期待できますよね、打撃強そうやったんで。ただここでずっと寝かされ続けてるようやったらこうちょっと寝技がまだ甘いのかなっていう。僕が見た試合ではこうなんか結構打撃振り回して、寝技はちょっと大味な感じだったんで、まあ、こちらバトと、まあ、しなるような無知のような打撃、パンチ蹴りありましたが、スピードありましたよね、そうですね。柔術は青帯ということです。 MMA プロでは2勝1敗1引き分け、足フックに変えて、はい、でも立つなら肩脇とか刺してするんですね、はい、今右刺してますね、はい、ここから足の動き、でも左足をマットにつけたいですけど、はい、まだあんまそういうのをやろうという素振りはないですね。この体勢っていうのは中塚さんにとってはどうですか。いいと思います。今これすぐには立てない状況だと思うんで、はい、左殴っていく、なおかつパウンドもこう挟め、ま、壁じゃない、ま、金網と挟めて、はい、しかもパスガードと、あ、パスしていく、おこれ相手の体きっちり捉えています。まだこれ首回りキャッチしてはいますけれども、ああ左足引き寄せた、そしてこれは、中塚さ選手は、はい、自分の左足を越えさせたくないですよね、で逆に今エイドリアン選手そこ越えてるんで、はい、この足さえ越えとけば安全ですね、てかそう、はい、寝かした方がいい、ああでもナイス、お首支点にして、お足か、足どうする、膝ついは届かない、膝ついは分かんないけど、ああどうだ、あんま分かってん感じ、ひねってくる、ヒールはちょっと分かんない感じ、この形はだいぶひねっているように見えるんですがね、まだ大丈夫か、足柔らかいかもしれないですね、はい、ああこれ外しています、ね、膝を抜かなあかんのに、はい、あんまそれ分かってない感じは若干、ね、そうですか、はい、はは、この体勢からも右のパンチ、中塚さん今ケツ蹴って膝のことしてるのかな、はい、だいぶこう寝技の中でもイレギュラーだってことなんですね、はい、バトと膝抜かなあかんけどな、あんまそう、うわ、まだ思い切り大きく、でも自分も行こうとしますね、行きますね、はい、動いて抜こうという動きではありません、でもギロチン強いみたいなんで、このエイドリアン選手は、はい、アキレスとかも強い可能性ありますよね、あそうですか、はい、同じ絞る系の、中塚さとしてはこれ大丈夫だと踏んでいるんでしょうか、そうだと思います、はい、右のパウンド、まあ、一本勝ちは5つあります中塚さ、エドリアン選手立っていった、お、あ、膝どうだ、伸びた、タップアウト、探りに探ったその後光は見えました、危ない位置に足突っ込みすぎなんですよね、
っぱもっと早く膝を抜いて対処するべきですよね。はい、ずっとそうおっしゃってましたね、はい、今かという中で中塚さんが1ラウンド決着を呼び込んでいます。これ最後は膝十字ですか。いや、ヒールホールドだったような感じがしました。はい、ヒールホールド3分39秒です。勝者中塚さんの三好、これで9勝一本勝ちは6つとしています。まあ、ヒールフックで今まで一つ決めていますから足関節技でプロ2勝目となりました。で、まあ、相手の選手が膝抜く素振りが全くなかったんで、はい、おそらく中塚選手もあんま分かってないなっていう風に感じてたと思うんですよ。その中でこうヒール、内ヒールをこう、はい、行くチャンスを疑ってたんじゃないかなって思いますね。あ、このまま攻め続けていれば、はい、どっかで取るチャンスが来れる、行くなと。でこう生地このそんなに寝技できなくても、はい、寝技取りに行っちゃう系の選手だったんで、エドレン選手が、なおさらこうもっと寝技を嫌えば展開違ったかもしれないですけど、一本取りに行こうと向こうもしてたんで、はい、やっぱそれだと寝技の攻防の時間長くなるんで、はい、中塚選手としてはやりやすかったんじゃないかなって。まあ、でも最初のテイクダウンがまず素晴らしかったですよね。そうですね、はい、いや、いい表情です。中塚信義、この後やってくる鍋選手ともトレーニングをしてきましたけれども、なかなか練習仲間がいなくて、そうですよね、僕も今京都でジムやってますけど、はい、やっぱ京都ですら若干やっぱ東京とかと比べると選手って少ないんで、そうでしょうね、三重とかだとなおさらそうなんじゃないかな。はい、あ、マイクがあります。まず一番初めに、このような大会を開いて、素晴らしい大会を開いてくださった桜井会長、ありがとうございます。そして後押ししてくださったワード君、竹原会長、どこか、ありがとうございます。勝てました。あと応援に来てくださった皆さん、スポンサーの皆さん、そしていつもセコンドついてくれる一つない面々の皆さん、皆さんありがとうございます。勝ったんで言っていいですかね。僕実は2週間前に肋骨骨折してめちゃくちゃ不安だったんですけど、ボルタレンケツに突っ込んで試合してました。まあなんとか勝てましたね。すごい強くてびっくりしました、組んだ瞬間に。まあなんとか技術で勝てたのかなと思ってますけど、まあちょっとでもあんまいい勝ち方じゃなかったと自分で思ってるんで、もっと強くなって、もっともっと試合して頑張ります。ありがとうございました。桜井会長、ありがとうございます。怪我していたということですけれどもね。そうですね、勝った選手だけが言える言葉ですね。これを負けて言うのはってことなんですね。負けて言うのは格好悪すぎるでしょう、いやー、また一層表情が明るくなっています。ワードグストロー級王者、ここにありを見せました。まあ、でもなんか内容にはこう納得しないって言ったんで、まあ、でも勝って反省できるっていうのが一番最高なんで、良かったんじゃないかなと思います。連勝で決めました中塚さん、信義。